余福を外する松平氏の所流三河国宝藩軍片野原を領したことから片野原、松平家と称した。なお、余福の弟である、松平光重及びその三男である貞光も、片野原に拠点を持っていたとされ、初期には余福系統と貞光系統があったとする説もある。片野原は、天然の良好であり、この地を狙う近隣の不幸図末。 平家や、はずおがさわらしとの所領争いが絶えなかった。そのため、片野原松、平家の動向もこの両氏との争いに左右されることが多く、一般的には四代、松平家広の頃より、宗家の徳川家康に従ったとされるものの、家広の頃には、今川氏に、片野原を奪われて、今川方の奥平定友が進出している時期がある、ことや、 桶狭間の戦い後に、不幸図松平家との争いをきっかけに、今川氏真に寝返り、その後今度は、今川法のはずおが沢原氏との争いをきっかけに、家康の下に帰参したことが、明らかになっている。五代、松平家忠は、長篠の戦いで武功をあげ、六代、家臣も小牧、長久手の戦いや小田原征伐で武功をあげた。家康が関東に違法されると、 カズサ国語違反に移されるが、語彙は、地理的条件が片野原に似ており、また当時の徳川水軍の一翼を担っていたと見られている。現来四年、家信に古地である、三河国片野原藩一万国が与えられ、大名となる。その後、家信は、翌年の摂津国高月藩二万国への違法を経て、官営十二年に、下宇佐国桜藩四万国へ違法された。 高月、桜への違法によって、会場と切り離された、片野原松平家は、普代大名として新たな発展を遂げることになる。寛永17年、7代、松平安信は、高月に3万6千国で採封され、慶安2年に、丹波国市の山半五万国へ違法された。しかし、11代、松平真進が、 教法の大基金の最中に重税を課したことにより、関縁元年に丹波亀山藩五万千国に違法され、そのまま幕末まで存続した。1884年、18代、松平信正が死者を受釈し、家族に列した。片野原松平家系図判例。一実践は、実施、転戦は用紙。二数字は、家徳権少順。ありがとうございます。